供の OB。阪神優勝の要因。巨人が弱いから、立浪にはがっかり。大物 OB、巨人は弱い、打順は4番以外日替わり、守備も固定しない、岡本和真を試合途中に3塁から1塁に回したり、秋広優斗も外野と1塁の兼用、これで選手が成長するのか、阪神とは真逆のことをやってきた結果がこれである、がっかりしたのは立浪和義監督だ、中日の戦力は悪くないのだ、ただ誰が打線の柱なのかわからない、移籍してきた選手にクリーンアップを打たせてどうするのだ。固定したから強い、強いから固定できる。まあ今年は1強5弱って感じだったよな。ずっと阪神が他チームのミスで勝ってるイメージ。これでいいのだ。中日の戦力は悪くないのだ。打たせてどうするのだ。そこはかとなく漂うバカボン臭。打順を変えることが悪ではないが、打順固定した方が選手が役割を理解しやすいのは事実。長いけど単純に言うと、わしの早稲田の後輩すごいやろという自慢でくさ。要するにあの広岡も後輩は可愛いということやんけ。広岡、どんでんはわしが育てた、立浪はあかん。打線の柱がわからない、細川、移籍したやつに打たせるな、誰にすればいい、否定するなら代わりの案を出さないとね。毎回毎回チュンドラだけ正論パンチするのやめろ。2連覇して今年も優勝候補本命だったのに、中日と再開争いしてるのに話題にもならないヤクルトさん。調子の良い選手を挙げて悪い選手を落とす、原の一番の得意分野で岡田に力負けしてる感があった、それを一番わかってるのは原監督だと思うよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。